僕ドラえもんです。今日は僕がまだ黄色くて耳がついてた頃のお話をします。そう、あれは忘れもしないロボット学校の修学旅行のこと。ふーん、今にして思えば僕たちみたいな出来の悪いロボットがよく卒業できたもんだと。始まり！ザ・ドラえもんズ！ムシムシぴょんぴょん大作戦！ロボット学校の諸君、君たちもやっと卒業を迎えることとなった。クラスのみんなと一緒に過ごせる最後の遠足、この修学旅行を存分に楽しんでくれたまえ。まずは地底恐竜王国を通って海底温泉にゆったりと浸かる。エベレストで肝試し大会。お約束の枕投げ。なんてことはやってはいかんぞ。さて、修学旅行もいよいよ今日で最後じゃ。ここはたくさんの虫型ロボットたちがいるムシムシランドである。これから社会に巣立っていく君たちには人を思いやる優しい心がなければいかん。なので君たちに虫ロボットと2人1組のコンビを組んでもらおう。これはロボット学校恒例の卒業試験なのじゃ。卒業試験？そう、虫ロボと仲良く日が暮れるまでに学校に到着できれば合格じゃ。日が暮れるまで？むちゃくちゃ言うな。早く虫ロボを選んだ方がいいぞ。失格したものは落第じゃからの。落第。ほんじゃ頑張るんじゃぞい。ちなみに道具は使用禁止じゃぞい。このバッタロボットならどんなところもぴょんぴょん飛び越えていきますよ。テッドムシロボットはなんだか目が回るである。スピードならミツバチロボットが一番だぜ。カブトムシロボットの最強版を見せてやるぜ。虫ロボットくん、僕たちも急ごうか。ドラニコフ？何あんた、まだこんなところでトロトロしてたわけ？ヤゴロボットなんか選んじゃうなんて、ほんと信じらんない。サボってたあたしたちより遅いってことでしょ。ドラニコフって、超最低。みんな行こう。ヤゴ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 。皆さんよういらっしゃいまし。今日はゆっくりしてってくださいね。僕たち急ぐんです。あらかわいい、チューしちゃう。いや、何するの？やめてー！
切るぜ。あんあん、もうひどいわ。あらやだ、一雨来そうね。学校到着一番乗りだぜ。いやー急いだら疲れちまったな。どうせまだ誰も来そうにないし、シエスタシエスタ、お昼寝だい。おかしいな、どっかで方角間違えたみたいだな。あっちの方かな。エルマタドーラ、あれ、またゴール手前でお昼寝ですか。じゃあ学校到着一番乗りは私がもらいますよ。いいのかな。おや、返事がありませんね。じゃあ私先に行かせてもらいます。にこーん。エルマタドーラ、早く起きた方がいいですよ。減っちまっちゃ動けねえからな。ピツピツピツ、コロ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 、コアが入り目が回って、何がなんだかわからないであろう。学校はどこであろう。スピード違反ね。車じゃないんだけど。転がってたね。もしロボットだけど。走ってたね。走ってたけど。じゃあスピード違反ね。おかしいな、やっぱりこっちじゃないみたいだな。無視。おしまし。ぴょんぴょん。おかえり、おめでとう。君たちは合格じゃ。さーて、全員帰ってこられるかの。そろそろ行かないと、超やばいんじゃない。なんか変わったり。でも学校行かなきゃ落第しちゃうし。彼女ん、学校なんて行かなくていいじゃん。俺たちとお茶しようじゃん。そうしたいけど時間ないし。なにしてよ。いいじゃん、付き合うじゃん。いいじゃん。いや。いいじゃん。いや。いいじゃん。いや。いいじゃん。うん？買う？ドラニコフ。ガウガウ言ってないで早く助けて。何言ってるんだ。お前やる気か？めっちゃ弱い。なんだこいつ、ふざけやがって。たたんじまい。今のうちよ。うん。
んとか間に合ったみたいだぜ。大変よ。え？ドラニコフが。どうしたの？ドラニコフとヤゴロボットが不良ロボに絡まれて。何？よし。日暮れまでに戻れる保証はありませんよ。不滅の友情に迷いなんかねえぜ。友達を見捨てるくらいなら落第した方がマシである。助けてもらった借りを返す時が来たぜ。合流する時はみんな一緒だよ。うん、ドラニコフを助けに行くぞ。ファイヤードラえもんズ。ドラえもんズ。ラブライジャー、ドラニコフを離せ。父ちゃん、俺たちの恐ろしさを教えてやるじゃん。教えてもらおうじゃん。ドラニコフたちも無事である。あ、夕日が沈んでく。こりゃダメだ、もう間に合わねえ。私たち揃って落第ですか。仕方ないな。え、そろそろヤゴロボットが成長するって。暮れるまでに帰ってこなければ落第。落第。ドラニコフたちは私たちを助けるために仕方なく。だからお願いします、落第だけは。規則は規則じゃ。校長先生。ジャカラシティ。あちょちょちょあちょちょちょあちょちょちょっとな。いいか。おや、こんなに明るいちゅうことはまだ日が暮れとらんちゅうことじゃな。なので、あ、君たちは全員合格じゃ。合格。
虫